続いては大竹新四高有録毎週水曜日秋太郎教授です。はい、水曜日ですね。うん。えっとね、先週の土曜日ね。うんうん。シソのライブ見に行った。シソンヌさん。シソンヌさん。いや、めちゃくちゃ面白かった。あ、そう。もうこれはね。うん。俺。自らは多分行かないんだけど、荒川良之が誘うんだよ。行きましょう。って俳優のね。はい。俳優さんが。はい。 であいつとあの芝居見る前ちょっと飲んで上から見に行ってそれだからあれちょっと飲んでから俺いろんなもの見るからなんで最初にいやいやフランス人はみんなそうだワインちょっと飲んでから見るからお前は何人だ俺は日本人だけどちょっとフランスが入ってるからどこにエスプリがねエスプリが効いてるからそれでね 普通あのちょっと飲むと眠たくなったりするでしょいや分かりませんけどねまあ大、ね、体、まあ、な,なるんだけど、うん、何にも眠たくならない珍しいねスタルさんで映画見に行っても最初の15分でしょそんなことはないけど、うん、いや俺毎回見てんだけど子孫は、うんうん、これがねあのー、こ,この日はね土曜日はね、うん、やつら3回やってるすごいですね すごいんで昼間ね中高生限定でやって偉いねそれでその後2回で一等最後の7時の回見に行ったんだけど長谷川と次郎君ね2人あのコンビがね距離感がいいしねあのギャグで笑わせるってうんじゃないんだよねあの2人は世界観で笑わせるから。 コントだけどあのコントもなんかね普通の切り口じゃないんだよねまあだからシ五にーーちょっと似てるところはあるんだけどう <laughs>、ね、もうちょっとなんか例を挙げてしていただかないと。 世界観で表せるんだんって言われる。でもちょっとわからないね。じゃあ最後のコントはね、うん、設定はね、うん、あのー、おじいちゃん同士が友達で、うん、あのー、その息子のところにね、おじ、うん、あのー、息子のところにおじいちゃんが、うん、あの七、ー、年年前に預かってたものがあって、それを預けちょっとわかりづらいだろ。 うん、お前説明しろよ。だからおじいちゃんの役をやって息子のところに訪ねていくわけ。うんうん、その息子の親父が友達なのおじいちゃんとね。うん、訪ねたおじいちゃんと息子の親父が友達なの。おじいちゃんが訪ねていきました、うんうん。息子のところに、ね。ろに自分のじゃないよ、うんえ。自分の息子訪ねていかない。 だから友達のおじいちゃんと違が友達だそういう設定はすぐ分かるない<え>俺が見せたらねだから普通の設定じゃないんだよとりあえずえちょっと難しいだろ<え>ちょっと分かるよお前その前いやいやそれはい息子がいて息子はいるだろそれ最初から2人しか出てこないから息子とおじいちゃん出てくるの、うんうん、おじいちゃんの友達のおじいちゃんの家に行ったらそこの息子が出てきた、うん 息子を訪ねていったわけおじいちゃんがねおじいちゃん同士か友達だからその息子のおじいちゃんも死んじゃってるわけああなるほど訪ねに行くとそういう設定なんだだからお前息子息子ってそう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 いうふうに説明するのはもう簡単だろうだから大竹のの息子ところに 俺が訪ねててはもう死んでるってことでそう死んでてそのやっと分かりました大高に預かってたものがあるからねそれを私に来たんだっていうコントだでお前が大岳死んでてお前の亮太に俺が会いに行くわけだからそれで何それ私があなたに預けてたの何かをそうそうそう何かを預けてたそれをあの私に行くんだ そういう設定なんだよ。で何をその言っちゃうとダメだから預かってたものが何かってのもまたこれがおかしいんだよ。でそこは言葉のギャグじゃないのね設定の世界観のギャグって分かったろなんとなく分かんないかまあ見なきゃ分かんない。その預かってたものがポイントなんですかそれもポイントなんだ それで笑っちゃうんだ普通じゃ考えられないもの、うん、考えられないねちょっとどぎもを抜くもんだったね、うん、俺にとっては、うん、なるほど、うん、ああそれはでもそ,それまあまあそういうコントだから何か見に行けばいいんだけど、うんうん、即日完売だからやつらのコントは本当にすごい人気で、うんうん、だから手に入るの大変なんだけどいや、うん これは即日完売ってのは分かるなと思って、うん、ヒトーイズも一番ピークの時は即日完売だと思うねそうだね5分とか10分だった、ね、そうだよねすご,いすごいんだよ、うん、それでそれであの終わった後、ねうん、あの次郎君が飲み会に来てくれて、うん、長谷川君もちょっと挨拶に来てこれを俺は次郎にね、うん このコントを見てね、うん、あのコントをやりたい人たちはみんな自殺するぞってぐらいすごいんだとん褒,め褒め言葉で。自信なくしちゃうぞってで次郎んがねあのおじいちゃんやったり政治家やったり、うん、あ,のあとは女性得意だからね。うん 女性やったりするキャラクターを伸び伸びとね長谷川がねこう操っていくんだねちゃんと自由に演技させてくれるわけ<ー>でそれを見てるだけで飽きないんだなこれが俺はしないよ別にあのぐらいの実力があるなと思ってたからわ若い偉そう若いコントを目指してる人たちは これをやられたらいやちょっとあの世界観はちょっとあのしそ野が意外でして二人で考えてるのほとんど次郎が二郎くが考えてやったすごいねしそん野はやっぱもう前から七五三好きでそういうコントにこうやりたいとは思ってた影響を受けてらっしゃるんですよでもね終わった後にしその次郎さんがツイッターでこれ9月 5日の午前0時ですから月曜日曜の夜中ですねにつぶやいてますけど「神様鬼太郎さんにも見ていただけました配信でお楽しみください」とこの次郎はね飲みに来てもねーラしか飲まないんでお酒飲まないんで全然いいんだけどでずっといるから次の日曜日も2回公演なのね。 だからもう帰れって3回もやったあと日した2回やな帰らないんだこれがまあでも若いからな若いしくつぐらいなんですかね40少々ぐらいじゃないでまあ2日間で5ステージやったんですね首と肩がパンパンあの声量出せるのもあと何年だろうっていうふうにご自身では書かれてますけどね ぐらいもう全力でそうそう。出し切った。やってらっしゃるんですね。おお、が可愛いんだよ。うん、ナイス、高い声が出るんだよ。まあ、それでもなんかあれだよね。まあ、テレビの仕事をやりながら、そのなんか劇場でちゃんとやってるって。うん、で、それが、まあ、自分たちも楽しんでやってるっていうね。うん、で、面白いっていうのは。で、人気もね、あるし。うん、うん。それで、不思議なのが。うん 二人はね吉本興業だったのが不思議なのなんかなんか違う枠みたいな感じなんだけどらしいんだけど大変違う枠まあ言いたいことは分かるけどそのんかねテレビとかそういうのでガンガンガン回していくタイプの吉本の芸人さんじゃないっていうそ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 うまあまああの機会があったら。 あちょっと久しぶりに感動したからね一応9月18日まで見逃し配信で見られるのかなあ,あ見逃し配信んだ見逃し配信っていうのはこうネットで見られるチケットを買ってネットで見るっていうリアルタイムじゃないですけど、うん、その過去のやつが何日18日まで見られる、うんうんうん、1000円ぐらい買ったら2500円だ2500円 でもねこの見逃し配信とかって配信とね生とね全然違うんだよね違う <laughs> 空気があすごいな<ん>そういうあれに俺もだからこの、うん、ネットでそういうの見たとか言,わ言って面白かったとか言われると、うん、どうもなんか釈然としないものがあるねそう,うん 空気だよね、やっぱね。そうなんだよね。大事なの。まあでも配信でね、うん、あの楽しんでる方もいらっしゃるから、うん、そうですね。チケット手に入らないわけですからね。うん、親子限定っていうのもやってるんだっと。親子限定っていうのもおかしいな、うん。お父さんが子供連れてってこと？うん、そうそう。うん、多分こういうとこ、うん、でも私たちのコンの時に。 まあ、あるじゃない。あ、親子で来て、うん、あの、お母さん、お母さん連れてきて、うん、お母さん連れてきたら。あの、ちさろさんは、うちの亭主の若い頃にそっくりで。亭主が兵隊に行ったことを思い出しました。ってのったな,なったな。<laughs> 寂しいな<え> <laughs> 古い話。いや、いや、意外と。と子供にも見せたいと思うのがあるんだよね。これは、な、子供が親を連れてきたのかね。うん、そしたら。 あの親は結構な落としだったんだけどそうかなかったな思い出の思い出ですねそれはまああのちょっとこれはねあのあまりにも面白かったから喋りたいなと思って喋ってんだけど本題があるの本題本題ってほど大したことじゃないんだけど九月四日がねあの供養の日ってまあ洒落だね天聖神語に書いてあってはい えー、供養捨てられないものとか、うん、供養して焼いてもらう日だっていうんで、うん、この語呂合わせでね、うん、どんな記念日があるのかなっていうのをね、うん、ちょっとすってもらったんだけど日本そうい、ん、う語呂合わせ好きですよね。うん、ちょっっと見てなんんかか面白いの <laughs> いや面白白いいいののやがあったからあたらるんだけど、うん まあニャンニャンニャンで猫、ね、の日なんかはね2月22日 1>,、うん、1月9日は何の日だと思ういちごの日 <laughs> それは1月5日 <laughs> 1月9日9日あ、うん、みんなちょっと見てるから分かっちゃったけどこれ一休さんでとんちの日なんだって,て 1>, 1月9日で一休さんでああ1月9日で一休で一九さん一休さんでとんちの日、うん、ね、うん でも俺はね、この,のこれはどうするの？一月十日は百頭番の日って書いてあるけど、うん、<laughs> これはどうしたらいいの？百頭番の日は、百頭番すんじゃないの？すんじゃねえだろ。<laughs> ダメですよね。それいたずらはまあダメです、ね。ちゃんとこれ忘れないようにだろうね。多分番号をね。一、うんうん、月十日はそういう日だった。警報活動の日なんですよね。うんうん、俺が見つ見てて面白かったのは八八月一日。うんうん、分かんないよ。なんだか。うん 語呂合わせの記念日。八月一日なんだと思う。ちょっと考えてみな。考えなくてもいいけど、一日って何。はい。はい。三十三。はい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 でね。はイはいで。麻雀の日だ。パイね。パイね。麻雀牌。イん。イね何をやるって言うんだよ。この記念日にね。 それがわかんないけどあれだよ2月9日は大変だよこれ見ると2月9日はフグの日で服の日で服の日で肉の日だよ変もこの日何したらいいの洋服の服と幸せの服と肉とフグとこういうのを8月8日がまたこれはすごいねしゃれてんだよの日 っていうのもあったかなかったか8月20日パチパチそろばんの日だってパチパチで88でパチパチでパチパチパチどうだからねそんな面白くないだろうっていうかさこういうの面白がる心が俺にないんだよねなさそうだねこんな面白いんだろうと思っちゃうんだよ やっぱ落語家はこういうこういうシャレっぽいのが好きなんだよね、うんええー、お前はんかコントの人だからねなんか,なんか俺,いあ俺はもう8月1日にパイの日だマージャンの日ってくだらねえと思った思ったよ、うん、まあそう、うん、だからって何するわけでもないわけでしょなんかするんだよ 9月8日供養の日はやってるらしいよと何かねイベントがあれば注目しますよねこれだけかかねななんんやいのかねいやあの私仕事で申し訳ないんですけど10月10日銭湯の日であの銭湯グッズもらったりタうン配ったりっていうのは経験したことがあっなんで10月10日が銭湯の日なの

ほらやってるんだよいろいろだからなんで面白くないんだよなんか何にも入ってこないんだよいい入ってこない、入ってこない10月8日がね入れ歯の日って言うんだ入れ歯の供養したらポリデントがめっちゃ安くなる供養の日は供養の日って別にあんじゃないなんかちなんでねお得なことはあればいいんですけどねでもあ、なんで日本人こんなの好きなのかなと思っただけね。 あさあここでお時間です、うん、北浦教授また来週もよろしくお願いします、はいはい、明日のこの時間は門川文庫編集部部長の関口康彦さん登場ですお知らせの後は交通情報ですそんなに嫌いかお前ごろ